どうも、僕は東京消防大学所属のグランガチ普段はダイバーとかやってああれその目どうしてだろう胸がえぐられたような気持ちになるや太陽がギラギラえぐくてってるとさ 身の回りの何もかも捨てて、浴びまくりたいって思うよね。あ、ひ、人目を浴びるとこではやらないよ。大きい体と怖い顔、あんまりいいことないんだ。追いかけ回されてえぐられたりとか。あ、でも、 みんなが頼ってくれるのは嬉しいな。みんなに見られるって、えぐく緊張するな。普段の仕事では頑張って考えないようにしてるけど、オフだと、ついその辺に潜りたくなるね。 セルフアウェアネスを心がけてるつもりでも陸でテンパるとすぐパニックになっちゃうんだ静まればそうでもないんだけど海の底は安心さダイビングインストラクターのバイト中にね名前がガチだとややこしいぜガチでな。 って言われたんだけどなんのことだろう東京の猫は僕が知ってる猫とはだいぶ違うなさすがに煙と一緒に飛び出てきたときは本当に心臓止まりかけたけどえぐこわっ,怖っどうしたの 顔色ずいぶんえぐくなってるけどエアシェアが必要になったらいつでも呼んでよぼくはいつでも水の底までだって付き合うからさああのその傷は結構敏感でえ顔も見たいって。 でそんなに見られると僕はそのここれだけは君の君の目を見て言いたいんだ太陽みたいに僕の心を温かくしてくれて本当にありがとう。 えぐいくらいに大好きだよディセント開始。ゆっくり沈んでいこうねドリフトダイビングで行ってみよう沈むよ削るよ 注意うお危機破損何もかもしてただ沈みゆけ僕らが故郷はあの海の底腹鉄血ガンユンガ 沈んだ気持ちはどうだった僕は君と一緒で楽しかったよ。今度は逃げられなかったや。でも水の底に着くまで一緒だよ。い、いらっしゃい。 こんな世界のそこまでようこそ商品は自由に見ていっていいから、はあ、み見みせばはやっぱり苦手だなやっと見せばんわったでも久しぶりにお日様の顔をたっぷり見られて嬉しかったよ 君も同じ気持ちでいてくれたらいいなあの人とは顔怖い同盟なんだ僕もいろいろ顔で誤解されたりするからさめげずに小学校の先生続けるのはすごいと思う「東京放課後サモナーズ」。 東京消防台のグランガチです。え、えー、っと、ご、ごめん、見られてると思うと、えぐ